トランプ大統領当選をさあ、トヨタさんはどう見てる？私はですね、トランプさんが勝つんじゃないかなとずっと言っていて、で周りからは何言ってんのって言われてたんですけども、これ理由は大きく2つありまして、私アメリカに住んでいた頃にやっぱりアメリカにあるそのやっぱり差別の意識というのは差別、それを皆さん表面には出さないようにしてるんですけれども、やっぱり黒人ですとか私のような黄色人種ですから、そういった有色人種の人間に対してのやっぱりこうみんな差別の意識って持ってるんだなっていうのを実感として感じていたんですね。それはこう通底して多分みんなにある、だからそれを出さないようにしてたところを、やっぱりいろんなその、トランプさんが言うところのフォルゴットンピープルと、忘れられた人々、その虐げられているとか、自分は移民やグローバルゼーションによって損をしているという人たちがすごくそのもう本当に自分たちの気持ちを分かってくれたと。でその出していけなかった差別意識をわって言ってる人にみんなが本音のところで共感をしてるんだろうなって。だけどこの間まで、アメリカの大統領は黒人だったんですよ、で黒人が大統領になる、日本でね、在日の韓国や北朝鮮の人がね、首相になることはないですよ、日本国籍になっても、いい国じゃない。ですので、それに、私はオバマさん、すごく立派な大統領だったと思いますけど、なんでダメだったの？それに対して不満を持っている方っていうのは、予想以上に多かったんだと思います。その自分マイノリティの方が優遇されてるんではないかと、自分たちは白人であってマジョリティだったはずなのに仕事もなくなって、いろんなマイノリティの方に対しての優遇ばかりされてるっていう、それが事実かどうかは別として、そういう不満はこの8年間の間にすごくたまったん、あるいは教育をいかに無料化するかってやってるよね、自民党が。そうですね、僕はなんかそれもう多分普通のこと言ってても絶対自民党の方が優秀な人多いから全体的に多いですよ、それはもう、それはもう法案の保留しますよ。あ、そうですか、はい、いや僕は全然多いと思いますよ、で力も持ってるから、そうすると絶対そのオーソドックスな選挙に受かりそうな公約だと、公約とか政策だと、もうそれは絶対太刀打ちできないんで、それはもうベンチャーと大企業みたいなもんですよ今。いや、だ僕なんかはもう本当議員を全部廃止するようなことを言いたいですもん。僕だったら、だから例えばアイスランド海賊党みたいなコンセプトとかやってほしいですね。いや、だからもう、あれ、僕あともう一つ素朴な疑問なんですけど、国会っていらなくないですか？いや、僕もいらないと思います。国会でなんか国会本会議みたいなのってセレモニーじゃないですか、ぶっちゃけ。そうね、終わってるもんね。ね、あれセレモニーなのに、なんでわざわざあんなところにみんな行って眼組並べてじっとして見てるんですか？ご存知だと思いますけど、それぞれ委員会っていうのがそこではかなりインテンシブな議論をしていて、はいはいはい、さらに言えばその委員会に出す前にそれぞれの、党の中で役所も含めて、私はあるいは私たちは私たちだけで何か政策を決めてるわけではないので、あくまでも我々は国民の代弁者なので、いろんな意見を集約してそれを叩き台にして議論をして出してるんですよ。いらないんじゃないかって言うんですけど、あれは何のためかというと、もういざっていう時には本会議が機能して、民主主義 の, そのもう最後の決め事として、いざっていう時には最後の決め事いらないんじゃないか。政治っていうのはやっぱりその信念と情念 で, あ信念 で, やるで、だからもうだからその信念と情念でやってんの、やってると思ってやってるのが邪魔なんですよ、超邪魔なんですよ。いらないです、そんなの。信念と情念休憩が、僕ね、申し訳ないですけど全否定しますけど、だから例えばさっきの自殺防止は別に政治家の人たちがやるより僕たちがそうじゃない方法を考えた方が早いと思う。それ政治家がプログラマーの方がいいじゃないですか、だから、そう、プロ、そっちの方がいいと思う。政治家が必要か必要じゃないかって話で言うと、僕はその情念と調整とかっていうのはもういらないと思うんですよ。私たちのじゃあ1日とか1年見ていただければ何をしてるかって多分だからすごい分かるんだけど、僕そういうの見て、堀江さん一番の問題はね、やらなきゃどうして変えればいいかってことを具体的に提案しないと。いや、だからさっき言ったじゃないですか、僕はだからアイスランド海賊党であったりとか、何万の人に会って、その意見を生きるのことまで含めて、何万という人の意見は、それがビッグデータになってるんで、AI で解析した方が早いです、だけど、SNS 流してくださいって言って満足する人もいれば、ね、私たちが直接会いに行ってその悩みを聞いて何とか解決しようと思うことが大事だと思う人も、なんで労力を削減できる時代に自分の足で会いに行くんですか、直
直接会って話を聞いてくれたことを嬉しいと思う人がいるからです。直接ちゃんとした意見持ってる人とか足運ばないと。いやそれ分かる。だからそれを、うん、あのなんで犬の道をこう突き刺すんですか、うん、犬だから本質的にはよく技術論では犬の道って言うんですけど、うん、それなんで先人がやったことをイノベーションを起こさずにずっと同じことやり続けるんですか。それはそうすることを望んでる人がたくさんいる。なんで技術、うん、違う、それはそういうふうに思い込んでるだけですよ。いやだからそれはそう思い込んでるだけですよ。今までの人たちがそうやってやってて同じことをずっとやるとそれは同じことずっとやったらそれは楽ですわ。そしたらじゃあ堀江さんは、うん、例えばもうじゃあ一人の家庭で、うん、お母さんが精神疾患があって、うん、で子供が学校に通いたいんだけれども、うん、お母さん守らなきゃって言ってる家庭に私は行くわけですね、うん、行かなくてもいいじゃん。どうしてですか。行かなくても分かるでしょ。結局さっきの議論で、うん、その小西さんも豊田さんも似たようなこと言ってるじゃないですか、うん、で僕たちからしたら僕からしたらはっきり言ってもう足で稼ぐ何言っちゃってんのみたいな話なんですよ。なんでそんなことを何十年も同じことをずっとやってきて俺これこの仕組みなんとかしたいなとか、うん、こんな足で稼ぐとかめんどくせえなとか僕ね選挙出たんですよ。選挙出てなんか選挙出たから逮捕されたでいいですか。選挙出てかあの拡声器で俺高見よろしくお願いしますとかって言いながらなんでこんなバカなことやってんだろう俺とかって思ってこれで未来企業とかね竹中平蔵が1回だったらいいんですよ。1回だったら握手とかするのも楽しいんだけど、うん、もうこれ2回も3回もやると絶対無理だなと思ったんですよね。あれだけどあなたね選挙に出たから逮捕されたんだ。分かりました、はい、はい、それは分かりました。でそういうことをずっとやっててなんか同じことやってんな国会こんなくだんねえのにあの籠池とかもやってるしなんかセレモニーやってんなってこれをだって誰も変えようとしないじゃない議員は。だから変えられるのはあなたたちだけなのにやろうとしないじゃない。だからよ。それはその中で一番強いのが自民党だからそれと同じようなことをしてる民進党もどうでもいいやってなっちゃってだからあのそういうそのそうじゃない人たちが出てこないから変わらないんですよ。松尾先生とかも含めて大体1週間に何十時間もいろんな課題について我々は党の中で勉強会やってるんです。勉強会やってるんだったらなんでそうならないですか。足で歩くのと勉強するのとそれをどうやって他国の制度なども含めてどうやっていい政策を作ろうかっていうことをやってるのが我々で本会議とか委員会っていうのはそれの表に出るほんの一部だって分かってますが分かってるがもしそういうことをやってるんだったら、はい、本会議はもうなくなってるはずですよね。それは全然別の議論ですよね。豊田先生が無駄な時間を使わないようにするのが AI ですよ。そうだから1日5000人に会えるようにしたいんですよ。いやだから本会議はさっき言いましたよね。98% ぐらいはセレモニーですけど 2% ぐらい最後の民主主義の決めのシステムとしていやじゃあ 2% だけ残せばいいじゃないですか。ただそれは0か100じゃないわけですよ。もうシステムとして持っとかないとしょうがないものなんです。いやだから無駄に見えるかもしれない。いやだから無駄な時間は使わないように何か工夫しましょうよ。きちんとこれがきちんと採決をされたと、うんいうことをスマホで採決するようにすればいいじゃないですか、うん、だから参議院は押しボタンでやってます、うん、いやいやじゃあ押しボタンじゃなくてスマホでやりましょうよ。でもどこにいたってできるじゃないですか。いろいろあの場所に入れますよね。そうしたら国民も参加できますよ。ニコ生しましょうよ、うん、NHK で中継するよりニコ生の方がいいじゃないですか。なんで間に挟まんなきゃ。そうカメラたくさんつけましょうよ。ちょっと分かんないインターネット中継してますよ。なんでですか。いやもうちょっとなんかこう違う形があると思うんですよね。 IT が入ることによって民主主義にいろんなところにどんどんもっとつけてきましょうよ。ちょっとね民主主義ってろくでもない僕らがちょっと待って僕らが若い時はね誰も野党になんか全く関心持たなかった。僕もつまり自民党の主流派と反主流派の喧嘩が面白かった。で自民党の総理大臣総裁が辞めたのは野党からやられて辞めたのは一人もいない。反主流派にやられて辞めるんですよ。だから自民党はその意味では自由民主党だった。自由に議論できて自由に反論できてとっても面白かった、はい、ところが選挙制度が変わって小選挙区になって、はい、反主流派も非主流派もいなくなっちゃった、はいうん、でね、だから自民党の中で議論なくなっちゃった。で僕は名前出していいんだけど谷垣元幹事長ね、うんうん、それから石破茂にやっぱり元の中選挙区制ならいいんじゃないかと、うん、今自民党の中で全く議論がない、うん、ダメだと言ったら谷垣も石破も田原さん言うように中選挙区制はいいんだけどやっぱり中選挙区制にするのは反対だって
なぜかって聞いた。さっきの、まあ、中継の話に戻るんですけども、真面目な話しながら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 、なんで反対やって聞いたら、中選挙区選の時には1回の選挙でどうしても1億数千万いると、だから表へ出せない金が必要だったと、今必要ない、だ今のほうがいい。あで、ね、さっき中継すればいいっておっしゃったんですよ。あで今もしてますよって、ますよ、ね、でそれはマスメディア時代の考え方なんです。で AI 時代というのはどういうことかっていうと、その中継を見るには相当暇じゃないと見れないですよね、うん、だってずっと見てないと働いてるわけだから、はいはいはい、そうじゃなくてそこで起こった議論を吸い出して、まあ、例えば原稿用紙1枚ぐらいにまとめてくれるとか、1分ぐらいのダイジェスト動画を自動で作ってくれるとかして、うん、なるべく理解するためのコストを減らす。 YouTube で見ればいい。 YouTube で見るのには実時間かかるでしょう。だから60分の議論を見るために60分かけるなんてことですよ。やってくれるってことですか。そうそうそう、だからそれ60分の議論を30秒とか1分で理解できるようにしましょうねって話、それを AI でできるよね。それはだけどそんなこと言ったらニュースは全部やってるじゃん。だからニュースがやってるのが恣意的か恣意的じゃないかって議論を我々はよくしてるわけじゃないですか、そうだからニュース、要は新聞とかテレビ局っていうのは自分たちの思想を持ってるわけじゃないですか。だから、国会でこういう議論がされました、朝日新聞と多分読売新聞って違う、ちょっと違うこと言うでしょ。だから面白い。いやだからじゃあ面白く、いや僕はそうじゃなくて、だったら要は60分の議論を見たいわけです本当は。だけど60分もそんなものに使ってらんないから、それをね、そのなんかこう主義主張とか関係なしにまとめてくれるサービスとか AI でできますよね。例えばですね、安倍総理が言ったことについて全然答えないわけです。答弁拒否してるんですよ、うん、で安倍総理が答弁拒否してるかとか、で自民党は答弁拒否してないって言うんですけど、我々は知ってるっていうので、そこを AI にですね、過去の70年間の国会答弁とデータベース元に判断するというのはあると思います。忠実に今日の星は、まさに AI の活用。今日のテーマって一般人がどうやって、一般というか私たちみたいな人たちがどうやって AI にとって変わられるかって話をしてたんですけど、なんかその政治家の皆さんがその自分たちの職っていうのがどうやって AI にと共存していくかってことについてあんまり話がされなかったのがすごい寂しいなと思います。奪われてしまう職についてる人をどうするかっていうのをすごく今日議論をしたくて、ただ我々仕事で AI 活用してますよ。法令検索って言って、ものすごい検索エンジン、それは AI ではないんだけどね、AI 的なものですけども、それを助けていくのが私は政治の役目だと思う、うん、その奪われていく職にもついている人たちがきちんとまた別の職に移っていけたり、生活を維持できるようにするのが、それがだから20世紀的な議論で、その人たちはどうなればいいってことですか、堀江さん。その時に臨機応変に対応するんですよ。堀江さん、どうしたらいい。できる人ばっかりじゃないんですよ。いやだからそれをできるようにしようよって話をしてるんですよ。 AI にこう流れていく間に生まれるだろう失業問題っていうものをもうちょっと話したかったなっていうのは、そこを助けていくのが私たちの仕事。僕は何とかなるって、その社会の弱者をサポートする特別の AI とかってできないの、ね、できると思いますよ。いや、はい、僕はね、落合さんや堀江さん言うように世の中が変わっていくと思う、はい、うん、だから勝ち組の AI もあれば、勝ち組とか負け組とかって議論じゃないんですよ、あるいはオレオレ詐欺の AI とかいろんなものが出てくると思うんです、はい、さあ、まあ、もう3時間あっという間だった感もありますけれども、はい、この後場所を移しまして、スマホで朝生打ち上げを深夜0時から、さらに2時間、進めてまいりたいと思います。そして、地上波のテレビ朝日系列の朝まで生テレビは来週3月31日金曜日深夜放送予定になります。さあ、タラさん、最後ですけれども、 AI と最後、まあ、政治議会のあり方みたいになりましたけれども、俺やるの忘れやったんだ。今の現在、はい、幸せですかったらね、ほとんど幸せなの。生活に対する満足度、そうです、ね、それでところが憂鬱かったら日本が一番憂鬱なの。うん、この矛盾どうすればいいか、憂鬱だというよりみんな幸せだと言ってる。これ今日やりたかったんだけど、ごめんなさい僕は。将来の話。いえ、最後にいい問題提起ありがとうございます。また続けていきたいと思います。大丈夫です、人が他人の話を聞けば皆さんどうもお疲れ様でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。